スポイラールームっていう知ってるわマジで DJ はどうかって思った時に消耗というかうーん隙間に休憩みたいな <laughs> <laughs> これ大丈夫そうみたいな <laughs> You're special だからいみんなブラックミックス見たことなかった反逆心で、うん、アブリル・ラビーン大音量で流してみたいな <laughs> <laughs> リアル、うん、DJ って動かる

仕事が基本的には。なるほどですね。え、多分、まあ、一発目、まあ、俺が、もう個人的に気になることあるんだけど、まあ、ミックスですよね。で。はい。ちょっと調べ。ミックス。ですクスで。え、ちょっと、まあ、俺調べてて。うん。えっと、千葉県出身。千葉出身です。で、まあ、ジャマイカと日本のハーフ。はい。で、どういう感じだったんですか。地元はやっぱミックスとかも多かった。どういう子供の時代。えっとね。千葉県は。多くなったのが、私の後。 ほいほいほいでだからもう本当に私多分ファーストワンって感じなんか一番最初だったと思う、えー、私の上で、うん、ブラックのミックス見たことなかったマジで、うん、私が本当に一番最初だったと思うああそうなんだそうでも千葉って言ってもまあで大きいからあれだけどだからいわゆるなんていうの私は浦安ってところで育ってるんだけどそこでは、うん、中学小学校中学校も 私が本当に最初だったと思う。えー、そう、私の地元では。え、どうなの？やっぱさ、俺も札幌であんまりブラックが周りなかったけど、うんうん、実際にさブラックを育つことによってさ、なんかどうどういう感じだったの？経験は？えーっとね、経験っていうか、もうみんな、うん、なんかね、私のパーソナリティもあるんだけど、うん、とにかくなんかチヤホヤしてくれました。あ、そうなんだ。ええ、めちゃくちゃいいやん。なんかあんまり なんていうのあなん,かどうなんか海外の子だみたいな,なんかそういうノリは全くなくて、えー、もうみんななんか「なすなす」みたいな感じで超和気あいあいとしてた小学校中学校時代だったかな、えー、そう高校はあの地元から離れてるんだけど小学校中学校はマジで。 ノースス本当に最高のそう本当に最高だったじゃ全くいじめとかもなくて全くないええそうだった全くうん本当にねなんかねあったかかったしだから自分がなんていうのなんかあブラックだからなんかみんなとどうしようああしようとかもう考える隙もないみたいな感じへえんかあのなんていうの それこそ高校大学になって、はい、ちょっと自分の中であ、私ってちょっと違うんだなって思ったタイプだったのあそうだったんだそう、小学校中学校はマジでなんかねただ普通の一人の子としてうん、うん、多分みんなも扱ってたしうん、うん、私もそういう、うん 何感感覚だっんなんに何もなかったてじそうそうそうでも本当にそうもうなんかやっぱいろんな、うん、あのー、なんていうのルーツある子たちの別にブラック以外もね話聞くとやっぱ日本ってやっぱ難しいあのー、なんて言うんだろうな、まあ、ちょっとね言葉が難しいけどまあこうんうん。まあ うんんななて言ったらいいいのああるるじゃよねやっぱ日本人が多いからやっぱりミックスの子とか外国人の子少ないもんねそうだよねそうそこのなんか感じがねマジでなくてなんなら私超目立ちたがり屋だったのあそうだったんだあの半端ないね半端ない目立ちたがり屋すぎてでなんかあの何お母さんの育て方も You special だからみたいな感じだったえでもこれマジでブラックの子供お持ちの方とか、うん、あの海外の子ども持ってる人とかあれだけど本当に超、うん、あの褒め続けたらこういう感じになる。なた <laughs> もう自信がマジでもう高まっちゃって。 めっちゃいい,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 い日本で住むには超ベストなパーソナリティにどんどんなっていってたへえ<ー>、うん、全然なんと本当にん何にも思ってなかったじゃあ周りとお母さんのおかげで結構え本当に本当にそうなんだそうなんか周りも、うん、なんかね理解度が、うん、なんか勝手に多分へえ<ー>か積み重なってる感じだった。 って感じ私は本当に最初のハーフだったからみんな別にびっくりするしっていうふうに今だったら思う,思うんだけど今思ってみたら。か今思ってみたらでもなんかその時は、うん 本当に何も普通の一人の,なんか日本の日本に住んでる子っていう感じだったそうなんだうん、うん、やっぱ目立ちたがり屋だったっていうのもあったのかなある、ね、そういうみんなの前に立って<ある> <laughs> 結構人気もだったんだよ <laughs> 本当になんかもう超あの笑わせたがりもうなんかなんかのステージとかあるじゃんなんか何ていうの合唱祭、はい、運動会みたいな、はい、もうガンガン <laughs>

なんかねあるとあったと思うけど何にも全然自分には来なかったんだないへえすげえなえっそれもあってやっぱ DJ みたいなのもあんのそうもともと歌やりたくって私あそうなんだそう DJ じゃなくて歌をやりたかったのだけどなんか歌やりたいって思うイコール なんかその曲をさめっちゃ知るようになってきちゃうわけ。あそうだよね。いろいろできるって感じ。そうそうそう。うんうん、そしたらなんかリスペクトめっちゃ強くなっちゃって、<laughs> <laughs> なんかあのー、逆に裏方になりたいと思ったのよ。へえ、うん。いわゆるなんかマネージャーとか、えー。はい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 。あのー、制作側？うんなるほどね。うんそれ高校ぐらいから思ってたんだけど、でそうそのままなんかリスペクト強かったけど。 でもやっぱ対等して目立ちたがり屋な自分がいたからそこで何て言うのこうぶつかってぶつかってなんか DJ にめっちゃフィットしたみたいな感じそうサポート側というか曲をみんなに知らせるっていう裏方もできるし。 自分も目られるみたいなマジで転職です確かにすげえ。マジで転職です見のめちゃくちゃいいじゃんそうなんだでそれ見つけんのなかなか俺もねちょっと似たような経験があってさ俺も弟俳優やりたかったよで俳優やりたくてそそそううう。マジでディズニーチャンネルスタイルやりたかった一緒です一緒ですか一緒です本当に めっちゃ分かるこれ多分さブラックハーフみんな通る説ないちょっとあるなワンチャンそれあるブラックハーフっていうか普通にハーフみんなちょっと通る説あるよね分かる分かるかる私は「天才テレビくん」出たかったあそっちだ天才テレビくんだね結構出てるもんねネックスのこととかそうそうそうそれでなんかいやーみたいなめっちゃなんか応援してたブラック出てるぞみたいな感じで確かにねそういうことかそうだから俺も映画監督なんか映画リスペクト生まれちゃって で映画監督やりたいみたいなで映像制作やって今落ち着いてるみたいなちょうどいいバランスよねんかねそれ確かにめっちゃわかるめっちゃなんかあるよね結局自分がフィットするのがあるんだよねあるんだよねだからなんかその自分が思ったとちょっと違う形でもやっぱ自分に一番合ってるものが出てくるんだよ多分本当にそう本当にそうウィークリエイティブだからウィークリエイブそうそこはね外れてないけどねそうそうそう実際に一番最初に DJ やった経験というかさ初めて回したのかこれがんなか その DJ やりたかったみたいなふうに今聞こえたかもしれないんだけど、うん、私もともとその普通に千葉で居酒屋さんはい、はい、やってて、うん、そのあとぐらいにまあなんか音楽もっとなんか近いところで知りたいなみたいな思ってえっとね代官山にあるサーカス東京ってところうん、うん、お世話になってます。サーカス東京に <laughs> あの 普通に応募したの応募してそのバイトで働きたいみたいなクラブで働いてみたいみたいな感じはい、はい、で応募したのでそういうサーカス東京に、ま、受かって働いてたら、うん、なんかスタッフ全員 DJ らしいよみたいなあ働いてる人がそう,そ,うそう。<laughs> 感じになってでなんかまあ私だから曲はめっちゃ知ってたからはい、はい、なんかそこであのー。 まあ、そこで知り合ったスタッフのお兄ちゃん的存在の人が「ナスじゃあ俺があのイベントやるから、うん、ちょっと一回やってみなよ」みたいな DJ <を>そう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 って言われて「ーはい、いやーどうだ?」みたいななったのよ一回ね <laughs> 大丈夫かなみたいなでなんかその人にスタジオでもうずーっとなんか教えてもらってその DJ というのは何なのかみたいなこうやったらこうこうなるこうなる。それで 回その人のの人イベントに出たのサーカスで,うん、うん、でそれがなんかねめっちゃ何て言うの結構業界というかその DJ の人たちがとかーオーガナイザーとかが来るようなイベントだったのっ知らなかったんだけど、うんまあ、そう,だ、ね、そ,うでそれで <laughs> ナスサグってして出てなんか普通私は普通の一般だよその時は。<laughs> それで出たらなんかもう今その来てたオーガナイズの人たちが。うん ブッキングして,くれして続けてくれてあそのあとからねそう<ー>今にみたいな徐々にこうなんか自分でこうなん,かなんかコミットしていってああ<ー>そうそうそうんか気が付いたら今になってたみたいな感じそういう感じなんだねじゃあサーカス東京そう,そういうことねそ<う>え最初はどういう音楽流したのその時はえなんかねー be fun love in a n a honest place。あ、知ってる。うわ、なんか、何だっなんか、<laughs> そ,うそ,うそれ。あの、リア、リアラだそうだ、そうだ。そうそうそう、be fun love とか。うんうん、なんか、全然定まってなかった。全然、なんか、あの、普通に、なんか、ちょっと、自分が想像するクラブっぽい。みたいな、音楽がいいのかな、みたいな感じで。はい、<laughs> ちょっと、自分で、なんか、bpm っていうのを、合わせてはいはい、はい。テンポとかね。そう,そうそう、そう,んうん、うん、で、あわ、やってみ、やってみた。 うん、感じだから、ね、そうお披露目会だとその時はマジでめっちゃ友達呼んだし <laughs> なんか <laughs> 信じられない量の友達呼んで <laughs> なんか DJ するよみたいな <laughs> そうそうそうでそめっちゃその感じでなんかうんかジャンルとかはもう全くもう考えずにとりぽいのそうがいいよなみたいな感じで <laughs> そうそうだからディグり方とかはめっちゃ。 あの昔から身についてたから、それであのその時になんか自分が好んでたようなやつを選んでやってみたって感じ。なるほどね。えその時はもうガチガチセットやっぱ決めてた。これ長くこれ長く。もうめちゃめちゃめちゃ,めちゃ。<laughs> どこで入れるとかも決めてます。ここをこのどこ。<laughs> これだって <laughs> ずーっとそれやり続けてて <laughs> そう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 ,だそうだよね最初はねやっぱねそうですよそうですよねそっから最初はやっぱりそ,うなんですそんな急にねできるわけないよね,、うん、よねえでも今はやっぱそうなのもう自分であこれあいい感じなのあちょっとこれが流しいもんかみたいなっていうかああもうそうだね人あのさ<お>やっぱイベントによってあのー、なんて言うんだろうこう あのブラックミュージックが好きとか、うん、ヒップホップとして呼ばれてる、うん、ヒップホップの DJ として呼ばれてるっていう時はヒップホップやるけどやるしなんかダンスミュージック求められてると思ったらやるしみたいなうん、うん、ちょっと早いその何て言うの,あのハードテクノまではいかないけど、うん、すごいテンポが速くてもうみんなもう,もうボン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 ってなってる時はもう自分もそういう。 みみんなのの様子見てて早いいをチョイスしていくみたいななんかだからあんまりまセットは組んではいかないかな<ー>その時の,あの一個前とかあの DJ の様子をみんなの感じを見てそれで自分もちょっとコミットして合わせていくみたいなのが多いかな、うん、なるほど、ねえー、どのタイミングどんぐらいやってさあのそのセットがガチガチ決めれずにさ<ー>割と自然体でいけるようになったでもいなんかねシンプルめんどくさがりだったの。 その一個一個のものでこう決めていくみたいなのが最初はもちろんやったし1年ぐらいはあの、まあ、それこそほらあのブッキング数が少ないからね1年目 1> うそうだからこう頑張っていったんだけどうん、うん、多分ね2 2 3年目ぐらいからなんか決めてやって、まあ、その DJ では滑るって言うんだけどなんていうのその 自分が決めてったものをやって、うん、お客さんの反応が少ないことを「すべる」って言うんだけどなんかちょっとすべってるなみたいな感じがうん、うん、なんかねちょこちょこあったの。うん、でそれを見た時にあこれ別になんか自分が想像して、うん、これでどうぞってやるよりかはもう本当に今のこの子たちはこれを求めてるっていうのを自分で判断してやった方がうん、うん、なんか 受けてる感じが自分でしてってでそ今のそのちょっとフリースタイルのノリというかそれをずっともうそうだね3今6年目なんだけど34年ぐらいはもうフリースタイルでやってるかなって感じです。年年か6年やってますね すげえな。普通にすげえと思うんですけど、いやめちゃくちゃリスペクトだ。ありそう普通に俺が言うのもあるし、いやいやもう十分もうやめてください。ありがとうございますみたいな感じですけど、実際にさなんかこの六年やってて多分いろんなこと DJ ってでこったと思うんだけど、過去とかでさなんか自分の中でさめちゃくちゃマインドセットシフトしたような重要な時期だったりとかさ出来事とかあった。ああった。それこそ。 えっとね、3 4年年、うん、年じゃない3年前ぐらいかな、うん、に、えっと、フルハウスっていう関西の、うん、もうクルーがいるんだけどその DJ クルーねーめちゃめちゃあの彼超すごいんだけどでそのちょっと仲良くしてもらってて、はい、でそれでそこでフルハウスが東京でやるって言って、うん、レディーシャカっていう海外の、えっとね、ニューねニュ あまあ UK かな基本的に UK で活動してるレディー・シャカっていう DJ が来たので、うん、私それ初めてなんていうの海外の DJ を目にした場所だったのよ、うん、おーなるほどねそう私も一応出たんだけど、はい、でももうそれこそ海外の人海外の DJ を目にする場所ででそれで私もう震え上がっちゃって <laughs> えなんかなんて言ったらいいんだろうなあのね DJ が、うん パフォーマンスとかあのエンターテイナーってことをもうもうビシビシ伝わってきたの。うん。なるほどね。なんかレペゼントしてるっていうか。はい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 。そのなんかこれが DJ であるべき姿みたいなのを見たの。しかも彼女はフィメールだったから。そうだよね。もうさらになんかこうもうぐんぐん入ってきちゃって。はいはいはい。なんか私あんまりこうなんていうのいあの一人のし DJ の時間とかをこうじーっとこうあのーガーってきあんま聞いてられるタイプじゃなくてこうまあ聞いてるけどちょっとお酒買いに行ったりとかさそういう感じするんだけどもう「レディー・シャカン」マジでもう最善最善で1時間ぶっ通し踊ったでしかもその次の日大阪もわざわざ見に行った <laughs> あそうなんだもう暗いすぎてねそう,もう暗いすぎちゃってもう行かなきゃダメだって思ってもう行って 2Days 見たんだけど、うん もうね私もうマジこれになりたいみたいなって思って日本でいないと思ったのもちろん素晴らしい DJ たくさんいますよ、うん、だけどなんていうの自分が目指すべき姿というかこんな感じで DJ っていいのかなって思ってたのずっとねだけどなんかその「レディシャカ」見てもう動く、うん、踊る <laughs> でなおかつミックスめっちゃうまい客もめっちゃ見てるみたいな。 なるほどねもうねとんでもなくって <laughs> もうなんかあのー、これがもう世界だしここに自分が戦っていかないといけないと思ったのうそう感動と別にねなるほどねそうそうそうもう私は日本代表のこれ,とこれで、うん、あのなんていうの彼女は UK 代表だったけど、うん、私は日本代表でレディシャカと戦っていく土俵に上がらないといけないってそこで マジで思ったの<ー>そうそうそうなんか悔しくなったっていうかい逆にねマジでそう,うやらなきゃいけないみたいな <laughs> 思ったのマジでマジで、えー、そうそうそうそれやばいねめっちゃいや彼女は本当に超リスペクトしてるレイディーシャカさん分かんないわそうそうでとかってあんそう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 ねうそ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 そうそうそそう やっぱりそのやっぱキャッチの仕方がさうん、うん、やっぱりおなんていわゆるオタク、はい、DJ オタクじゃないとやっぱり難しいわけでだけどなんかさもっとなんかもうちょっとこうみんなの目に触れれるような場所がさもうちょっとできたらいいよなって思ったりするんだよね。う そうだよね DJ ってあんま前に出てないけどでもやっぱむちゃくちゃ昔からやっぱ曲をみんなにイントロデュースしたりだとかなんかそういう役割だからそのヒップホップもそうだと思うけど音楽業界全体的にすごい重要な役割な気がするよね。確かにもうちょっとリスペクトいやもちろんもうちょっとリスペクトだとかなんか光あってもいいのかなスポットあってもいいのかなっていうのはむちゃくちゃ思う普通に。やっぱさ世界で戦っていきたいってさそれ石川さんは見て思ったと思うんだけどやっぱそれはさ自分のルーツというかさやっぱ自分がミックスであること っっ、うん、っていうののはやっぱでかかったのかたあーでももちろんそうなんだけど私はもうあの日本で生きてきててもう日本人のとしても誇りも強いわけな、うん、てかなんならそっちの方が強いののジャマイカは血なのうん、うん、だけどやっぱ日本人として生きてきてるわけで、うん、普通になんか日本もっと戦えるよっていう気持ちになったなるほどね。 Why 私がい,るからっていう確かにめちゃくちゃいいじゃんそれ結構さそれはなんかそうめちゃくちゃ個人的な話になっちゃうかもしれないけどさまあ多分、まあ、分かるかもしれないんだけどやっぱさ <coughs> ままああその、まあ、さっきいじめられてなかったって言ってたから、うん、そういう経験する人もいると思うんだけどうん、うん、まあ俺もそんなにいじめられてたタイプじゃなかったか、うん、まあちょっとあったけど、うん、まあ俺も結構そのむちゃくちゃ目立ちたがりだったしもわなかすみたいな感じだったから割といじめは続かなかったんだけどうん、うん、でもやっぱその。 自分が周りと違うなっていうのは昔から何となくやっぱ感じてたしいろんな経験もあるから思っててでもなんか俺らがさ日本人どっちかというと俺も日本の文化の方が知ってるわけよでもさんか日本人としてもなんか日本人に認められない時もあるしでも俺はめちゃくちゃ日本リプレゼントしてるから日本好きだしみたいな海外行ったら日本のこと話すしみたいなこことかって結構んかわかるよわかる結構難しいところだからみたいなかるわかるわかる俺ら日本人だから あるね。でもなんかそれも日本人なんですけどみたいなあの主張ももちろんあのするけどさ、でもそれもさなんか言っててさ無なしい時もあるじゃん。そうだよね。そうなんか向こうからしたら別にいやいやいやみたいで終わっちゃうこともあるじゃん。わかる？確かに確かに。そう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 。だからまあもう本当簡単なこと言えば気持ちの持ちようなんだよ。まあそうだね。確かにそれは別にそれで別になんかショック受ける。 あれもない別にって私はすごい思ってる。なるほどね。そうかそうか。うん、えでもやっぱ音楽とかのその影響っていうのはやっぱ結構そのカリビアンのジャマイカ系のやつとかそうだね結構あでもまあもともとその家では基本的に日本の音楽は流れてなかったの。あそうだ,ったんだ。そう幼少期はねずっとでまあ普通に自分が聴きたかったら きっきなっていうぐらいで、そのあるじゃん、その親とかが、こう常にこう流してるみたいな雰囲気。まあ、どこの家でもあると思うんだけど、うんうん、それが普通に、あの純粋に、あの、まあ、レゲエだった。じゃないからだね。レゲエの、あの。レゲエを愛するファミリーだったから、うそう、だから、それが多かった。でも、やっぱ自分の中で。なんかこう、あの。 飽き飽きすまあこれハーフアルアなんだけど、うん、まあちょっと飽き飽きする時が来るんだよね <laughs> そのなんか常になんかで自分はあのに普通にさ日本の小学校でさ、うん、通ってるわけでさみんなは例えばなん,なんていうのなんかヘキサゴンがどうとかそうい、ん、う話をしてるわけよ <laughs> マジで鮮明に覚えてるんだけど <laughs> ヘキサゴンがどうとかね別にヘキサゴンも別に見てたんだけど <laughs> なんかそれでなんていうのなんかこうやっぱ その自分とのこうギャップというかさ、ね、で帰ってきたらやっぱりちょっと海外の雰囲気にやっぱ家はなってるわけよだからそこのなんかちょっとそのギャップを埋める作業がまあ自分的にはちょっと大変だったなるほど、ね、そう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 だからなんかちょっとずっとレゲエが流れててなんか反逆心で「アブリル・ラビーン音」なんか大音量で流してみたいとか。<laughs> そこはアブラビーチョイスちょっとやってみたりしてたねなんか「<laughs> レゲエじゃないのを聞くよ」みたいな「<laughs> なんか私 <laughs> そっちも行くよ」みたいな <laughs> のを何か,か両親にもちょっとアピールしたりしてたんなんかそう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 なんかそういうのあったかななんかなるほど、ね、面白い感じ <laughs> 自分そう自分的にはなんかそういうところも なんかタグっていうか、そうそうそ感じでした。まあ、ちょっと今頃であるんだけど、あの名前の由来ね。これはまあ、多分、まあ、いろんな、まあ、メビィアでも一応話して思うんだけど。まあ、テシャツも着てる。んあ、そうですね。なんか、まあ、あの。あ、もともとヤンパグちょうが、ちょがつくほど好きなんですけど。なんかね、ちょっと名前つける。全然かっこよくないんだけど。そう、なんか、いわゆる昔。 で、なんかそのギャルネームみたいなが流行ってたわけよ。あ、そうなんだ。え、じゃ知ってるよ。例えば、知ってるよ。例えば、あのね、なんていうの、えっと何、ゆーちゃみとかさ。ああ、そっち系、それギャルネームですか。そういう感じ、わかんない。ごめん、言い方わかんないんだけど、まあギャルネームみたいな、そのなんかなんなんとかたそとかさ。ああ、あったね、そういうね。なんかそういうちょっとあのちゃんなんとかそういうのがちょっと流行ってたの。はいはいはい。で、なんかみんなんか。 そういういちょっとネームつけようみたいになった時に、うん、たまたまなんかヒップホップ好きな子が友達で、はいえー、まその子、超 ASAP ロックー好きだったんだけど、うん、珍しいそしたらなんか、まあ、ヤン・タグその時超流行っててめっちゃ聴いてたのなんか知らないけど、うん、でも,もうめっちゃ、まあ、その時、まあ、本当に好きで超聴いてたんだけど、うん、そしたらなんかあの、まあ、本名がナスタシアって呼うんだけど、うん、なんかナスサグでいいじゃんみたいな。って言われて <laughs> ではだ。っていなれて <laughs> ふざけんなよって思っ で全然なんか自分的にはなんか何それみたいな思ったんだけどなんかあのちょっとふざけたりとかしてツイッターとかに「ナスサグとかつけてたんで、ね、ずっとでそ,しそれでまあインスタもだからそのまま「なんか SNS ネームじゃないけどナスサグとかって言ってて。 だからそのさっきの話に戻るけど、うん、そのサーカス東京の最初のイベント、うん、DJ ネームどうするって言われた時に、うん、えーみたいな、ね、普通に考えようとしたらい、うん、やでもとりあえずナスサグでフライヤー出しとくわみたいな <laughs> もう考えるままだかね <laughs> そうそうそうとりあえずまあナスサグでいいべみたいなで <laughs> 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 そしたらもうこだからそのまま来てるから変える隙もなくナスサグになってたみたいなでもめっちゃ気に入ってるよめっちゃ気に入ってるなんかあのー なんかいないじゃんいないねいないわタグいやもうサグって名前ついてるのやばいねそうだよねわかるわかるわかるなんか小文字でしかも間もないの私そのそっかそうそれは何でかっていうと普通にインスタのだから名前がその間開けれないじゃん開けれないわねマジそのままフライヤーに来てるからシンプルそれになってるっていう話そうだった割ともう不可抗力というかそううそう もしだからナスの間にコンマついてたらそのまま来てたっていう。そうそうそういう話そういう話そういう話だ。なるほどね。そう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 。ヤングサグはさやっぱ今も好きなのやっぱ。もちろんですか。当たり前でしょう。当たり前ですよね失礼しました。これは失礼した。てなよ。え誰が好きや一番は。えっとね。あんえそれ何曲っていうか曲でもいいしアルバムでもいいしアルバム曲の話だ。なんで好きでもいいよ。あん まずもう声がさあの声とかって、まあ、リル・ウェインが最初確かにね近いよね満ぶり系のね。まあんまりないるかもしれないけど私からしたらリル・ウェインが一番最初なんだけど。でそっっからささちょっとさ なんて言ったらいいの、まあ、2018年あたり、うん、あ、2018じゃない2016年あたりのヤンタグのムーブがもうなんて言うんだろうな唯一無二すぎてしかも超ファッショナブルだったわけ私って超音楽とファッションをなんかこう、うん、なんて言ったらいいんだろうな 音楽とファッションがすごいお同じものというかすごい近いものっていうふうに感じてていわゆるそのヒップホップファッションみたいな感じの人たちが多かった時代になんか超スキニーでなんかちょっともうなんだみたいな <laughs> でめっちゃマンブルみたいなでもそれでもうやられちゃってちょっと。 なんだみたいなでしかもそのスタイルが超もう、うん、なんていうのあのー、なんかトップになったっていうか,か、ね、今そ,のうそれで結構その流れで来てる人がめっちゃ多いと思うのににもう超キングだと思うからう私って思うことはだからなんかそのもう最初からあの感じなのよあの人ってその貫いてるところとかもめっちゃ好き。はははいはいはい、はいそう でね曲はねえっとねもう全部ねアルバム好きなんだけどなでもまあやっぱまあ、王道だけどやっぱライフスタイルの、うん、あのフローは一番最初に本当に、うん、まあみんなもやられてると思うけどマジで本当にやられちゃったあれはマジでなんか「リッチギャング」あのー、結構見てたけど。 もうあの人はちょっとねなんか,桁なんか何レベルが違った私的に超良かったなるほどねそう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 って思う,思うかな今ちょっとこう丸くなって <laughs> あのまああれなんだけどでももう最初の方はもうもう,もうなんか俺のスタイル。<laughs> 見ろ見ろ見ろみたいな感じで、えー、超攻めててうん、うん、めっちゃ好きだった2016かなぐらいに出てたアルバムとかもうめっちゃ好きなるほどねでも俺、ま、今言われてめちゃくちゃ思ったけど、うん やっぱヒップホップってバギーだったからさダボダボのさスタイル歌ってる人多かったけど確かにヤングタグがめちゃくちゃスキニーとかちょっと丈短めでピタピタ系のなんかファッションみたいなで今のなんかメインストリームって確かにそういう人多いよね。リル・ベイビーとかも初めだけどまあやっぱなんか,なんかあのボーイズたち結構そのスキニーの感じでもスタイリッシュに思えでも分かんないなんでなんだろうねあののなんかその なんていうのダボダボが終わったのはヤンタグに関係あるのかは分かんないんだけど減ったよねね、うん、<laughs> なんかむ、ね、ちゃくちゃなんかそのスタイルはなんか少ないなって今思うね。だね割とねそう <laughs> 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 なんかやっぱ、まあ、そうさっきも言ってたけどさそのファッション系ってすごい近いって言ってって、うん、思ったんだけど、うん、やっぱ。 すごいやっぱファッションも好きのどういう感じなのファッションは超好きで大学はファッション系に通ってましたうん、うん、えあそうなのそうそう大学はファッション勉強してた作るってことうーんとねマーケティングとかそっちあそっちかそう、えー、そうやってたやってたはい、はい、あ,あんまり何か身にんていうの <laughs> あれではないんですけども <laughs> <laughs> でもあのそういう環境にいたかったからうそう大学時代はファッション勉強してはい、はい、で あのクラブサーカス東京でバイトするっていう,うそう自分の一番幸せな,なんか、はい、環境を自分で作ってた、えー、そう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 ファッション系の仕事とかも結構あるのやってたねちょっとだけ<ー>でもまあ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 、ま、んていうの、ま、いわゆるそのアパレル店員とかちょっとだけやってたそう,うそ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 そうそうそそう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  あのー、イベントだったりうん、うん、ブランドさんが運営するような何物にその呼ばれたりしてたその例えば BGM だったりうん、うん、ちょっとこうあ<ー>、あのー、おしゃれな空間作るっていうことにすごいコミットしてた、はい、やってたやってた今もやってますねそう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 なかなかそう,そうかそういう活動の幅もあるんだもんねそうなのそうなの DJ って結構なんかあのなんていうのちょっときらびやかなイメージもやっぱあるから。 結構なんかいろ思思そう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 今やっててすごいめっちゃ思うなんかこ,こういうこともできるんだみたいなことをそういうブッキングもらいながらうん、うん、な自分でなんかあみたいな思いながら、うん、そう DJ してたりするえ好きなファッションブランドとかあったりするのえーっとね私でも結構、うん、そのなんていうのこれもそうなんだけど海外のブランド、うん あブランドじゃないいねププチララブランドっていうのかなあーなあるほど、ねうんうん、なんかその例えばチビティだったりすっごいミニスカートだったりって、うん、あんまり日本に売ってなくてはい、はい、それをなんていうんだろうもうあのネットでサーフィンして、うん、海外から取り寄せてっていう感じはめっちゃある、えー、やってるやってるそれそうねそういう感じの買い方してるかな服は。 あ、買いに店に行くっていうよりかは、そうそうそう,そう,うもうお店、そうね、お店にはまあ行くけど、うん、あ,あ、そうかこういう服かみたいな、その自分が求めてるようなものは全然ない。あ,あ、そうだったんだ。そうなんかもっとなんか衣装になるような服、まあ普段着って結構こういうの多いんだけど、うんうん、ジャージとか、はいはい。それはまあ全然あのいろいろね売ってるんだけど。うん なんかこう。ちょっと衣装になるようなこう。ちょっとあのクラブ受けするような。ちょっとセクシーな服とかはもう完全にそのもうサーフィンしてそう。取り寄せてみたいな。でもめっちゃ時間かかるけどね。1, 1ヶ月 <laughs> え本当にかかる。<laughs> 一ヶ月二ヶ月普通平気届かないから。マジで。そうそうそうもう季節変わるよみたいな、えー、話なで。きれいやらそれはね。そうそうそう,そうそうそう。<laughs> 夏越しで秋届くみたいなね。<laughs> そう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 来年かなみたいな届くても。そういうことか。<laughs> <laughs> なるほどね本当にるさいでもさやっぱなんかそういう意味ではというか、うん、なんか自分のファッションのインスピレーションだったりとかあのアイコンなのか<ー>というかどういうところがインスピレーションを受けてるとかインンスピレーションでもまあ海外のフィメールラッパーとかはやっぱりまあ,みまあそのクラブ好きな女の子たちとかはちょっとあると思うけどやっぱそこをかそういうふうにちょっとみ見てほしいみたいな感じであって、うん、まあもちろんニッケミナージュとか。うん あスウィーティーとか、うん、まあそこら辺かな私はあでもあ,あれじゃんアイスパイスとかも超ファッショナブルだしいろんななんかなんていうのブランド、うん、いろいろ着てるからめっちゃいいなとかって思うけど私ちょっと好きにだからさうん、うん、ちょっとそのいわゆるムチムチ系のファッションをあんまり、うん、なんていうのこう。 なんか想像してた感じにはならないみたいなのがちょこちょこあるからだからまあいわゆるまあ恋リレーとかだったらそうそううちょっと好きだけどセクシーな服も着れればまあジャージも着れるしみたいなでそういう意味では結構彼女はマジで私の中ではアイコンかもしれないそそそそそう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 結構悩んだ時にインスタパパワってみて。 あのここ感じでいこうかなみたいな感じで思ってちょっと近いような服チョイスしてみたりみたいなのはめっちゃあるなるほど、ね、そう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 そっかやっぱ結構音楽とファッションめちゃくちゃ見せたと思うめっちゃあるてかもう今それ主流でしょそうなんだよね<対>俺もそう思うブランドなんてそうだよねう,うんうん絶対そうもうラッパーラッパーも普通にシンガーの人も含めて、うん まあミュージックビデオの作り方もそうじゃない。確かに。そう、私はまあ作り手じゃないからわかんないんだけど、うんうん、なんかやっぱりファッショナブルに見せることがなんか一番手っ取り早くこう、うん、なんていうの一般の人たちに取り込めるっていうかっていう感じがするからあまりこう遠すぎずね。それのなんか象徴がマジアイスパイラだと思う。うんうん、そう私的には。なるほどね。そう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 めっちゃもう彼女はマジで。 もう分かってる <laughs> 分かってる <laughs> <ジ>え、や俺結構ビビってアイススパイスに関しては俺マンチ絶対一発芸になると思ってたから、うん、全然だったじゃんほんとそうだね全然来てるね全然来てるよ、ね、全然生きてる全然生きてるもう <laughs>、うん、だからもうそのそうだよね、うん、いや今、まあ、そうだね今めっちゃしっくり来てるな確かに、うん、マンチ そうだよね。なかなか <laughs> ああのさバズり方してさ、確かに <laughs> あのバズりあのいきなりのバズでさそこ続けれるアーティストってめちゃくちゃ少ないっていうかさ、確かにだってなんかちょっと。 お何ていうのあこういう子確かにいたなバズったなとかじゃなかったもん違う違うもうそこで誰みたいなちゃバズったみたいないやそうだったねいやジでもう世界的に急になってねいや彼女なんかどんな気持ちなんだろねまじそれはめちゃくちゃ思う気になる気になるよねうんうんアイススパイス出てきてもまたいいですかみたいな話聞きたいですね急にあれじゃん本当にマジそんな感じなるほどね結構じゃあそのまあ D J とか今やってやると思うしまあブラックミュージックとか多いのかな と思うんだけどどういうなんかジャンルのミュージックをふ普段聴きやったりとかふだ、うん聴きはふだんはそのク,ラブとのミュクラブで流すような曲の逆をすごい聞いちゃう例えばいわゆる何て言うんだろうローファイとか,、はい、とかそれこそバンドの音使ってるもの、うんうん、まあトラップって あのままあ、言っちゃえば機械音じゃないけど打、うん、ってる音だよね。そうだけどバンドサウンドの耳の癒し方って私マジで違うと思っててやっぱそこのなんかちょっと荒いあのー、何聞き応えとかも含めて、うん、バンドサウンドはマジで耳めっちゃ癒してくれるなと思っう,ん思うなんかそれこそまあ昔のレゲエとかもそうなんだけど全部こうジャッジャッと作る感じとかは。 そう普段はめっちゃそういうふうに聴いててうんうんでも DJ になるとそのまあいわゆる踊らせなきゃいけないからさだからまあ踊らせる音楽って何かっていうのを考えながらディグってるって感じでそこ,そこ基準な付いたら昔は自分が好きな音楽をこうなんていうのみんなに聴いてほしいみたいな感じで自分が聴いてる曲を 結構かけけててたたりしてたんだど今はなんかもっと踊らすことにコミットした方がいいなと思ったから私も,も,もっとフォーカスした方がいいと思ったからじゃあもう本当に DJ でやりますってなった時のその時用の曲を。 だから別のって感じ自分の好きなのと DJ かけるものみたいなそう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 いう感覚はちょっとあるかもしれないそう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 えっどうやっぱなんかさ踊らせるんだったらこの曲でしょってかジャンルだったりとかいやあるね例えばブラジルの音楽とかうわ結構いいですよね私結構ヒップホップの話してるんだけどまあ来てくれてる人は分かるけどあんまりこうなんていうのトラップトラップしてないの全然 DJ のスタイルはなんかまあいわゆる 本当になんかダンサーとかが好むような音楽とかんまあ世界のなんかワールドミュージックとかをすごい入れててはい、はい、なるほどねそそそうそうそう,そうだから、まあ、まあジャマイカで言ったらダンスホールとかになるんだけどなんかちょっとこうもっとなんていうのエデ,ィットそうエディットっていってもともとの例えば1個の曲があります、うん、それをもう1個の,あのビートメーカーだったり。うん その作る人たちがそれを変形してもっとクラブ向きにするっていう作業が行われてそれをサウンドクラウンドとかに上がってるのそれをディグって流すってことが多くって私、うん、スタイルがそのなんて言うんだろうみんなが知ってるようなヒップホップうん、うん、だけどそ,のヒッそれを流すんじゃなくては、うん、なんかすごいことになってるぞみたいな <laughs> それを流して <laughs>、うん。 なんかこうちょっとサプライズじゃないけどさうそういう感じにするのがもうめっちゃなんか癖なのよ。えあるよなんかなんとかリミックスとかそういうことそういうことそういうことそれのも,もっとなんか DJ っぽい名前が「エディット」うん、あそうエディットって言うんなるほど、ね、だからもしなんかちょっと面白いの探したいなと思ったら例えば曲の名前検索して「エディット」って検索すれば、はい。うん 一般めっちゃ楽器でそう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 ,そう、えー、有名なのだったら特にもうめちゃめちゃあるあそうなんだうわそれちょっと聞いてみようもうぜひ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 え,ー、え自分で作ったりしないのそういうのしたいけどねしたいけど、ね、したい めちゃめちゃしたいけどもうちょっとかなもうちょっとかうん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 ちょっとタイミングかなタイミングだねやりたいでもえ絶対いいじゃんめっちゃ聴いてみたいそういうの集めてミックスとか撮ったりとかもちょこちょこミックスとか出すんだ出すあ待ってリミックスとミックスは違うのかああオッケーえっとそこからちょっと教えていただきたいねリミックスっていうのはだからまあリミックスとエディット一緒ねいわゆる一曲が ちょっとこう変形されて,て、はい、まあさらに盛り上がったりとかになってるものうん、うん、でリミックスあっ違う違うミックスっていうのは、はい、まあ普通に DJ が上げる長尺の分かったわそう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 ,いうこと、ね、そうそう長尺のテープっていうのテープか,かなっていうのもサウンドクラウドだったりに上げるでそれがすごい拡散されてるみたいな感じうそ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 ういろんななんか DJ の名前とかを検索したらその人が上げてるミックスがあるっていう感じそう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 まあそう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 そなそうそな。そうそうだよね一応ねそう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 なうそ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 そうそうそそうそうそうそそう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  そのままそうクラブで聴くんじゃなくてもテープとして流れてるみたいな感じでそれやってるんだやってますやってます 2>, <ー>2つ出してるかな今う 2>, 2つだ2つ 2> ど,うどうなの今の,の今はそう、えっとね、サウンドクラウドで上げててうん、うん、1>, 1個目はね2021年に上げたヒップホップのミックスだったんだけど、うん、まあそれはまあまあまあっていう感じで,うん、うん、で最近ジャージークラブっていう、うんえっと、ニュージャージー州の、はい、えっと発祥の、まあ、ビートの名前がジャージーっていうのね でそ,のそれが超大好きで、うん、でそのミックスを集めてそのジャージーを作ってる人たちが超リスペクトあって、うん、その人たちのミックスをバーって集めてあその人たちのリミックスだね、うん、その人たちのリミックスをバーって集めてそう私のミックスにしたっていう感じ<ー>がもうめっちゃいい感じ今あそうリア まあそうだねそこら辺かなカナダとかもかもうすごいめっちゃ拡散されてて今1と4000ぐらいすげえなそう再生されてるの超嬉しくて最高じゃん世界いってんじゃん世界マジでもう世界いってます世界いってますねどん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 ねだからんていうの現場別に見に来れなくても知られるチャンスがあるってこと確かにねそう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 ミッそうそうそうとによってなんとなくあの。 あ探って子、うん、がなんかやってるぞっていうさんか名前がさちょっとでもさちょっと目に触れてなんか分かる人が増えるだけでもさもちょっと上がるじゃん,うん、うんね、別に私のことなんか知らなくても、うん、なんかそれの感じでもうちょっとなんか上げて。 続けようかなっってて思たりしるでもそれめっちゃいいね DJ の子とか見てる方もしれとしたら絶対ミックスとか作ったほうがいいよ絶対あげた方うがいい絶対あげたほうがいい確かにそうんかその考え方あんまなかったかもしれないやっぱアーティストがさ自分で曲をね作ってリリースするみたいなマインドは結構普通というか通常だけど DJ のミックスってあんまないねそうなのそうなの DJ はマジでエディットそれこそエディットも作ってる子たちもめっちゃいるあそうなんだもうめっちゃ最強しで まあなおかつミックスも上げれたらまあほらなんかあのお店とかでかけれたりとかさに本当になんかこういう雰囲気のもの好きだなって思う人とかがさ聞くだけでもさちょっとなんか雰囲気がいいじゃん。雰囲気そうだからそれでだから絶対上げた方が私はまあ お得かなと思う、うん、現場だけじゃないからね今はもう何でもあるから確かにインターネットさえ使えばね本当にそうだよ<ー>そうだからそれこそ YouTube で上げたりとかもしてんのよ、うん、あミックスとかをかあじゃ私は違うけど、うん、そのなんていうの、あのーうん DJ の子たちが海外とかも日本もいるのかな分、うん、かんないけどその自分たちがこうやってるのを自分で撮ってもう撮って自分のチャンネルで上げてるみたいな見るミックスっていうのかなうん、うん、私それ超やりたくて今え絶対やった方がいいじゃん、うん、<laughs> 見るミックスってめっちゃ熱いと思って確かにそう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 ,うん、うん、なだってテレビとかでさ YouTube つけてさうん、うん 見るるプラス音も流れててわけじじゃんっていう感じでちょっと VJ とかさ後ろでやってさみたいなそ,うそ,うそ,うそれが今私が新しくちょっとトライしたいことなんでめっちゃやりたいな俺も見ることあるもんそういうの普通になんか YouTube とかでさ曲一個一個さ YouTube とか聴こうと思ったらさやっぱ一個一個さ広告とかやるのだるいじゃんだからもう1時間でしかもいい感じをミックスできるみたいなのは海外でやってる人結構いるから俺もそれ普通に見るからいやほんとちょっとやってこうって感じでやった方がいいよね日本人でやってるのあんま俺見たことないかもしんない なんかティックトックでたまになんかやってる人が見たことあるけど、そうだね、そうだね。長尺はなんまないよね。確かに。あとまあテクノの界隈とかは、はい,はい,はいまあちょっとレジェンドだけど、<うん S 2> まあいたいちょっとね、あれお名前がちょっと出てこないんだけど、でもなんかすごいあのなんか竹の、はい。竹？そう。竹の街中のなんか。<laughs> 街中のじゃねえわ。竹の中で DJ セット組んでてやってるみたいなミ<ー>ックスとかめっちゃバズってたりしてるのとか見たことある。なるほどね。そう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 。なんかそういうちょっとあのいいよねって思うね。そう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 。えそれこそあの自分でさまあそのリミックスとかなんかいろいろあるじゃん。YouTube とかもさうん、うん、いろんなチャンネルとかあると思うんだけどなんか自分で出たりとかしたりの出演とかはなんかまあ YouTube のチャンネルで言ったら。 まあ今出てるか分かんないんだけど「ボイラールーム」っていう知ってるわマジでめちゃくちゃ見たことあるそうそうそうなんか、まあ、DJ の、うん、まあ海外的には多分一番なんじゃないかな、はい、そのおっきいチャンネルがあってそうそうそうなんかイベントの何、うん、ていうの風景を撮、はい、って、うん、でそれでこう何一人一人こうあのミックスが上がるみたいな。 システムなんだけどやばくてそれ出るんですかう、ていうかもう出たんだけど出たのか出たのそれあ1か月前ぐらいに当時のプレゼンツマイブロー当時のプレゼンツで出させてもらったんだけどもうめちゃくちゃやばすぎてそうだねもうほんとにもうね超楽しすぎてもちろん私めっちゃ緊張も含めもちろんしてたし なんかどういう雰囲気でやっていこうかなみたいなのもずっとうん、うん、ずっと考え続けてで、まあ、もうできる限り自分がこうさうん、うん、何イメージしてやったんだけどうん、うん、それがまんま本当にまんまできて <laughs> すげ<え>めっちゃ熱かったそもそも東京にボイラールーム来るのが多分45年ぶりとか。 そうそうそういろんなところでやってるんだけど本当にこのタイミングで東京でやるっていうのもまず奇跡だし確かにその時期に頑張っててよかったなっていう確かにこれでもし1年遅かったらもしかしたら呼ばれてなかったし1年早かったら呼ばれてなかったしみたいな全部がすごいいい超ベストタイミングすぎてもちろんプレッシャーがまずすごいわけよ。まあ最初はねもし じゃあも,も,もう1年前ぐらいにボイラルームやるってなったとしたらもしかして自分のキャリア的にいやちょっとみたいなちょっとそれは怖いかなみたいになるパターンというかお,こお断りじゃないけどなんかいやーってなるパターンもあったりすしたかもしれないけどまあもちろん当時プレ、まあ、めっちゃ仲いいんだけど当時プレゼンツっていうのもあったからこそこうもっと乗り気になったっていうかでもまあ普通に。 もうタイミングがもうベストすぎてマジでえもう私今超調子いいじゃんって時に来たのよその話がもう引き寄せてホントににつながっちゃってるもんつながっちゃってるつがっちゃってるんのよマジでもう超最高だったやばいあの人運んでこうやって DJ ってるでしそう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 めちゃくちゃ見たことあるわ本当になんかまあ実際その反応とかあの その場の反応はめちゃめちゃ良かったけどさ出てその海外の反応とかはまだ私はそれ見れてないからそうそうそう分かんないんだけどでもまあいいことを願ってますそうだか超良かったから私的にはね <laughs> ちなみにさ俺まだ見てないからさ <laughs> <うん S 2> あれなんだけどどういう感じやったのえっとね言えるうんとまあ私のまあヒップホップがまずもともと私がやりたかった。<うん S 1> はい ことだだったんだけど、まあ、さっきも言ったエディットとかも含めてなんかもう私がそもそもブラックのルーツがあるっていうことを大前提に置いてそこからちょっとこうなんていうの1個この子はヒップホップをやりたいっていうかヒップホップでやってきた子なんだっていうのをちょっと分かるようにそれをそこにこう派生していくっていうかこう枝はヒップホップなんだけどちょっとそこをこう。 この私にしかできないちょっとまた別ジャンルのこととかをいろいろこうくみ取ってってって感じでだからもうそのさっき言ってたそのエディットっていうのをすごいたくさん使ってるそう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 だからヒップホップ好きな人は結構聴きやすいんじゃないかなって感じでそれプラスまあダンスミュージック好きだったりまあ本当に踊るっていうことだったり乗るってことがん なんか好きな子たちはもう超気に入ってくれるセットだと思います。いやー、そ<う>、うん、これマストチェックですね。すこれ出てたら絶対チェックしてください。<laughs> お願いしやばいね。本当にめっちゃ、えー、めっちゃ良かった。すごいなあ。なるほどね。ってかそんなことよりもうその来てくれた子たちのバイブスが本当に。 もうね超誇りに思うっていうぐらいうん、うん、東京はマジで暑い<ー>そう大阪もやってたんだけど、うん、大阪もめっちゃ暑かったでも私は東京にいたからあれだったんだけどうん、うん、もうね来てくれてる人たちが。 すごいでも東京ってこんな暑いんだと思ったそうなんだそう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 すごかったでもあれ客とのやっぱ一体感というかさそういうんかエクスペリエンスな気がするからやっぱ重要だよね曲と客んのバイブスとかそうそうそうそれやばいね映像としてめちゃくちゃ面白いんだろうな曲もこれちょっとマジマジチェックですねお願いいたしますですねねそそっっかかなるほど そっかうわえでもやっぱじゃあこれからさ例えば、まあ、そのまあちょっとさ俺ちょっとなんかあの記事とかもちょっと読ませてもらったんだけど、うん、なんかそのまあこれはあの何て言うんだろう日本のその DJ の扱いだったりとか、うん、DJ に対する敬意がちょっと低いみたいな話をちょっとどっかでしてたんだけど、うん、それについてちょっと色々いろいろ知りたいなとって、うん、どういうところでそれ思うえっとねー 何いいかまあやっぱり、あのー、ラッパーをビッグアップしていく、うん、まあ私は基本的にヒップホップの,あの業界にいるので、うん、ヒップホップのことしかあまり話せないんだけど、あのー、ラッパーをビッグアップしていくのも,もうそれはもう当たり前だって、うん、彼ら彼女らは本当に素晴らしいと思うし、うん、でもじゃあ DJ はどうかって思った時にやっぱりなんかちょっとこう。 うんなんて言ったらいいんだろうな消耗というかうんそのオーガナイズとかパーティーの時にやっぱちょっとこう隙間に入れておこうとかうはい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 ねそうそう,そうちょっと休憩みたいな<笑><笑>まあでもちょっと言ってることわかるし確かに俺も DJ セットずっといなかったからするから確かになみたいなちょっとだけねあの感じるところはありますでもなんて言ったらいいんだろうな あの DJ っていうのはまあ日本は特になんだけど本当ににの本当にこう支えなのよ。うううん、うんでそうそうそうで支えててまああのあれなんうーんうーんなんて言ったらいいんだろうな。えでも言っておめと面うがるよちなみに。<laughs> そう支えなんだけど、えー、<laughs> あのもっと私的には。 パフォーマンスとかエンターテイナーとしてすごいあの DJ をもっと上げたい,上げたいのよ。ちちゃくちゃくいいねそうあのもっとまああのラッパーと同じとは言わないんだけどまた違った世界線でそうそもっとこうビッグアップしていきたいのねそそそううそうで別に海外とかと比べてるとかそういうわけじゃなくて海外も同じような雰囲気は多分あると思うんだけど。なんか あのもっと DJ の名前を知るとかさ、そうだね、そうそうね確かに確かにシンプルにね、なんかあこの人出てきたあ今度だとかなるとかさ、うんうん、なんかそういうさちょっとしたことでもいいからちょっとこうリスペクトをもうちょっと持ってくれたらあの多分。 ラッパーももっとやりやすいし DJ 自体ももっとやりやすいしってか何なら音楽の業界がもっと上がるそうだよ絶対そうだよねそう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 すごい感じるかな確かにやっぱさそのヒップホップ自体がさブレイクビーツを作った DJ がいてさそういう人たちがまずこういろんな曲を集めてそっからさ要はさラッパーって後から来たもんじゃん MC っていうのはさだから多分ヒップホップの土台ってさブレイクビーツを作ったプロデューサークールハークとかさむちゃくちゃ前の話なんさそういう人たちが作ってるもんだからやっぱ なんかさその、まあ、日本にヒップホップ来たのもさやっぱある程度ラッパーっていうのがめちゃくちゃステータスが上がって後に日本に来てるからっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、ねね、やっぱその期待というかさっていうのはやっぱ DJ とかそう,そういう人たちだなってめちゃくちゃ思うから、うん、本当に日本にあのリスペクトできる DJ もめちゃめちゃいる,、うん、いるし、まあ、もちろんみ,な、うん、みんなも知ってる人多いと思うんだけどうん、うん、もっとなんかあの、まあ、私が。 こうやってさお話しさせていただいてること自体もさ <laughs> マジですごいことなのよ私からしたらね <laughs> いやいやだって DJ なんて別に喋らなくても別にいいんだからわ、まあ、かるうん、うん、でもなんかやっぱりこうやってお話しさ,させていただいた以上私はそういう話をしたいと思うし、うん、やっぱなんかレプレゼントしたい、うん、なんかでせっかくこうやってあの日本の国籍を持って私は、うん、あの日本で頑張ってるうん、うん、しボイラールームも日本の旗を背負ってやってるだからもっとなんか あのこうみんなでなん,かいいなんか DJ もうめっちゃいいぞっていう雰囲気温かい雰囲気をもう少し作ってほしい別になんかあのなんていうのこう DJ にもっとなんか個人とかじゃなくもうブラブラブラとかじゃなくてシンプルになんかあのもっと ちょっともっと楽しそうみたいな雰囲気をあったかい雰囲気をもう少し持ってくれたら私はめっちゃ嬉しいなっていうそううのがめちゃくちゃ重要だと思うこのトピックというかその DJ の雰囲気だったりとかもあると思うんだけどリアル実際 DJ ってやっぱ結構儲かるんですかっていうこれめっちゃぶっこんじゃうんだけど多分気になってる人いるんだよねラッパーだった分かりやすいじゃんめちゃくちゃフレックスうどうなのかなっていうのちょっと聞きたかった。 えっとねまあ私は本当の現場の DJ なわけよ要するにプロデュースとか曲を制作するとかはもう全くしてないほんとにほんとに現場でお金を頂いているっていうタイプの DJ なんだけどえっとねえこれどう言ったらいいんだろうなこれどう言おうかな難しいなどういあの うんうん反感、まあ、買う言い方だったらちょっとごめんなさいなんだけど、うん、ちょっと調子いいサラリーマンぐらいかなって感じかな。<ー>平均でとか調子いいサラリーマンぐらいかな。でも私そのイベント数多かったり1個がすごい。 いいお値段いただけるっていうこととかもあるのね。うん、あ、そうなんだ。だからあの一回にこうずっと、うん、同じ金額とかじゃない。すもちろんすっごい低い時もあればみたいなうん、うん、すっごい時もあるみたいな時もすごいバラバラなんだけど、<laughs> でもまあ基本的にはまあそのくらいはあるかなみた感じですね。じゃあ結構ちゃんとちゃんともういい感じに生活できる。うーんかな。うん、<笑><笑>これ大丈夫。 みたいな大丈夫かなみたいな DJ ってう人とかめっちゃ気になると思うんであれって実際生活できんのみたいなうんめちゃくちゃ気になるでもまあでもまあまず私は6年目そうそうそう私はすごいもちろんで最初とかはそんなん全然ねもうようやくですようやくそういうふうにならせていただけたっていう感じかなそうそうそうすげえなでも好きなことこう仕事にしてくってめちゃくちゃんかいやほんとそう私でもそれって本当になんていうの あの時間がかかることだなってそうそう自分でもすごい実感してるそうそうそう,そうもう続けないとこういうことにはならないどっかで折れてたら何もならなかったと思うしううんうんうん確かにねそう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 かそうかう <ん S 1> えでも実際さ DJ さっき現場続きてたけどさむちゃくちゃ夜遅いじゃん,うんもう2時スタ 2> 夜遅いどころじゃないそうだよね朝だよね朝だよねみたいなきつくないしかもお酒とか漫画になんでしょあ なあでも私あどうだろうな、うん、でもあのガンガン飲む DJ ももちろんいるんだけどうん、うん、私は結構あのセーブさせていただいてる方だと<あ>思うんだそう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 なんかまあやっぱ調子もあるしうんあんまこう無理してこう,うわあっていうタイプじゃないかなうわそうそうそう,そうでもやっぱうんあとなんだっけめちゃくちゃ夜遅い朝朝あそうそうそう,う,そうあのー、そこは大丈夫。 そこはもう慣いなぜかというと、だか大学からサーカス東京ってそのクラブで働いてたから、そっか。それは慣れてる、めっちゃ。だから大学行ってそっか、クラブで働いてた。そう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 それはえ、みたいな。だから向いてんる。寝る時間みたいな。あれみたいな。そうそう。シンプル向いてるからやってるのよね。そうそうそう。じゃだから六年もできるわけ。そうだよね。いやマジでえ、寝れる時間みたいな。そうだよね。だからあの大学時代よりは今は全然寝れてる。 よかったよかったそうねそう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 全うそ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 うでうそ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 うか。えそも結構そう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 そんな感じうそういうそうそのそう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 そえそう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 そねそうそうそうからそう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 じゃないそう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 なうそ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 うんうそ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 うねうそそう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 そ あんまりこうあの週末には取らないようにしてるわけ忙しくなるからだからなん,かこう、まあ、なんとなく、えーまあ、金曜日だったら十十、えーまあ、時十まあ言うて10時11時なんだけど <laughs> <laughs> に、まあ、学校行って終わって <laughs> で、まあそのままい,いたね一回帰ることもなく <laughs> <で>そのまま夜まで行ってうん、うん、で。 でも日曜日休みだから、休んで、月曜日朝行ってみたいな感じだからなんとなくスケジューリングがめっちゃ上手にできたと思う。あそうなのたまにぐらい朝からそのまま行くみたいなはいはい。で行ったことある。やばいな。たまにあるけど、そんな時はもう。授業もこれだ。そりゃそうだわ。当たり前、普通に考えて。無理だことない。できない、できない。そんないい子じゃありませんからね。 そなるほどね。え、まあさっきちょっとあんまお酒は飲まないって言ってたけどあ、どういうの飲む飲むとしたらビールはめっちゃ好きあ、ビールが好きなんだめっちゃ好きビールフルビールでもいいぐらい好きでまあちょっと飽きてきたなと思ったらレモンサワーいって炭酸しんどいなと思ったら白ワインクって感じそのルーティンショットとか行かないんだ行かない。行かない行かない本当にめちゃくちゃ DJ ショットイメージなんだよな私ほんとにお断りしてる you <laughs> 真顔でお断りしてる。本当にすみません、そのお断りしてしまった皆さんは。でそれがちゃんとお断りできるのは嫌いよね。でも、なんとなくもう、ナスサグは、ちょっと飲まないみたいになってる。なってる。分かってもらえただもんね現場とかでもね。本当に全然ダメなの。飲み込めないのよね、テキーラ、特に。いける人テキーラ。テキーラは、俺はもう酒飲まないんだけど、そうなんだやめちゃったんだけど、クラブ行ってた時はテキーラ行ってました。あ、行ってたんだ。大体テキーラ。あ、ビルグル。 さすがにちょっとまあぶっ飛ぶまではいかないけど、うん、でもテキーラ出るや、ねうんるるそれはもういたけば、まあね、結構好きだったし、ねね、で,でまあショットがちょっと途絶えたら、うん、あのレッドブルウォッカみたいな感じかな。あ その頑張ろうみたいなのはやっぱあるんだね。そうレッドブル飲んで。ちょっとやっぱ上げかないみたいな。分かる分かる分かる。長いから。私もちょっと今日行かなきゃなみたいな時はもうレッドブルーめっちゃ行く。も二杯連続とか行く。本当絶対そうだよね。それはめちゃくちゃクラブ行ったの的だからレッドブルかからみたいな。そういある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 。チとかは行かないなマジでマジ行かない。でもねジャスミン割りうまいよ。 ジャスミン茶はいその緑杯のジャスミン茶バージョンあ普通うまそういやおいしいおいしいおいしいんかねちょっとさツンってするっていうか普通にジャスミン茶的にちょっと癖あるじゃんそれが酎ハイ酎ハイじゃねえわなんだっけ焼酎だ焼酎のんかツーンの感じが似てっておなるほどね普通にジャスミン茶飲んでる感覚になるのあマジでそうそうめっちゃ飲みやすい緑杯はまあうまいけど ウーロンハイよりは絶対ジャスハイの方が苦手な人絶対飲み飲めると思う。マジで。うん、おすすめやね。めっちゃおすすめ。本当。 すみだよ。あんま聞いたことないな、ジャスミンは。本当なんだ。そう。結構あると思う。言ったら全然あるよ。ほん茶割りとかまず飲む文化がなかった俺は。なるほどね。ジャスミン茶いいと思う。炭酸じゃないし。そうだよね。あと鼻に止まんないから。そうです。飲みやすい。めちゃめちゃいいですよ。本当においしいんだから。本当においしい。飲みやすい。飲みやすいんだ。おだよ。これ見たい人、めちゃおったでジャスミン一回試した方がいい。一回試した方がいい。一回行こう。一回行こう。 感想そっかなるほどねいやまあちょっと結構まあもう1時間ほどねいろいろ話させていただいたんですけどちょっとこれからの目標というかんか自分が DJ と一緒の目標だったりとかこういうふにやりたいみたいなそうねあるすかそういうの聞きたいないやもうボイラールーム出させていただいたしまあ海外に見られることが増えてるわけだからとりあえずナスサグを日本の国旗背負って 海外にちょっっと行ってみたいよねお<ー>、うん、マジでこれはでもずっと言ってるずっと言ってて本当にチャンスだと思ってるそのドイラルームがね,ね確かに,確かにそうそうそう,そうまあやっうこうねこの一個の手がかりじゃなくてこうね1つをしてきるか、ね、そういうきっかけになるかなと思って、まあ、あまりその無駄にせずはい、はい、選んでいただいた分、うん、そのまあもちろんあの DJ の人たちの,のあの 期待というか、あれも背負ってるし、ボイラールーム期待してた人たちのものも私は背負ってると思ってるから、そこにもうあの前に進む続けるしかないかなと思って、まあ海外に行こうっていう気持ちは強いでございます。なるほどですね。ナイスだと思います。そうか。え自分でさ出たいステージとかあったりするの例えばフェスなのか。あもうあの。 いただいたお仕事頑張るってだけ、<ー>そう、そういうのあんまり決めないタイプだ。決めてない、私もずっと決めてない。あ、そうなんだ。あまりこうなんかあの大きいことをするってよりかはもうコツ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 もう前にずっとやり続けるタイプ。うそう声ううのいいなとかはまあもちろん思うけどでもそれが。うん 一個ボイラールームだったんだよ。あ、そうだったんだ。ェイ,だイェーイ、イェーイ、d r e a そう、本当にそう、本当にそう。だからそれがやっぱりコツ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 やっていくと自分があの目指している場所というかになるって思うからね。確かにね。そう、絶対やって続けた方がいいと思う。にね、まあ何かあの進めるなんていうの、こう進めることに悩んでたりとか、うん、あの維持すること大変だなと思ってる人たくさんいると思うけど、何事にもね、でも絶対 続けないと何にも本当に始まらないそうもう本当に6年やってやっとだから私はだからもう本当に続けるしかない何があるか本当に分かんないからねいやむちゃくちゃ深いと思うなクリエイティブとかアートとかそっち系のことやってる人ってやっぱさ結果出るの遅いじゃん基本的にすごい時間かかるからさお金とかついてこなかったりとかもすげえ大変だと思うし多分それで悩んでる人とかむちゃくちゃいると思うんよねでもやっぱそれはしょうがないというか